京派香港2日目です。で今日の予定ですが、バスでチムサーチョイまで行ってスターフェリーで中間へ、中間からバスでビクトリアピークまで行って周辺を散策します。下山してからのことはまだ未定です。今乗っているのはホステルで聞いた2番のバスで、ベイホーストリートから乗車してチムサーチョイを目指します。ベイホーストリートっていろんな路線にバス停があるけど、それらを探すのがいつも四苦八苦。シャムスイポーって道路が5番目で横の道があれば、縦の道もあるのに、なぜか縦の道がイメージできてなかった。方向音痴もいいとこでペイホーストリートが縦の道であり、なおかつバス停派その道路上にはないとか、まるで謎でした。で車窓風景がなぜか全然馴染みがないですね。なんでかな。ネイザンロードとか走らないのかと、不思議でした。さすがにこれは違うかなと感じるも、どうせ急ぐ旅ではないので行くとこまで、行こうと腹を決めました。周囲の風景が香港の商業主義的な、ごちゃごちゃ感がなくてすっきりと、完成な佇まいですね。なんと行き着いた先はあのソ、ウクでした。ソ、ウクといえば小柳淳の、香港路線バスの旅、でこの商店の屋号みたいなところがどんなところか、尋ねてみるのも一興みたいな記載があった。で自分は2番のバスの上りと下りを間違って、気せずしてそのソ、ウクに来たわけですね。道に迷うのも旅の楽しみ。ここは始発なので改めてここから、2番のバスでチムサーチョイを目指します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。励みになります。